こんにちは。レイトプロジェクトの滝沢健一です。今回は私がメインで乗っている FNTC の DCC を紹介します。この DCC は北海道のゲレンデを丸々1シーズン思いっきり遊び尽くすために作られたボードです。私のわがままを叶えてくれた、そんな最高に楽しいカービングボードに仕上がっています。DCC はどんな人におすすめなのかというと、カービングをメインに楽しみつつも遊び心を忘れない人におすすめです。まず大前提として、圧雪バーンではカービングを思いっきり攻めたいと思っている人におすすめです。次に雪が降ればパウダーも楽しみたいよっていう人にもおすすめです。そして地形や遊べるところを見つけたら、飛んだり当て込んだりグラ取りしたりと自由に遊びたいと思っている人にね、乗ってほしいボードになっています。型にはまらずに自由に遊びたいと思っている人はぜひ乗ってください。あとは私のようにターンをメインにしたラン取りをやりたいと思っている人にもおすすめです。それではなぜ DCC はカービングにおすすめなのかをお伝えします。 DCC なら思いっきり板を角付けしたり、雪面すれすれに体を倒していくようなカービングが可能になります。なぜそのような滑りが可能になるのかというと、板が太いことやテーパードシェイプになっていること、そしてハニカムコアが入っているからです。それではさらに深掘りしてお伝えします。まず最初にお伝えする特徴としては、板が太いことです。板が太いのでドラグを軽減することができるので、限界まで板を立てることができます。ドラグとは、板から足がはみ出している状態で雪面にね、そのはみ出した足が当たってしまう現象です。 DCC はもともと板が太いので足がはみ出しづらくなるので、ドラグを軽減することができます。とはいえ、ただ太いだけではターンの切り返しが鈍くなってしまいます。そこでこの DCC はノーズよりもテールの幅を細くするテーパードシェイプを採用することによって、ターンの切り返しをスムーズにしています。そうすることでターン前半から体を倒しに行くことができるようになるので、雪面すれすれまでね、攻めたターンが可能になります。次に FNTC に採用しているハニカムコアについて紹介します。ハニカムコアは振動を吸収したり反発を強くしてくれる効果があります。 DCC にはハニカムがエッジに沿って入っているので、安定したターンが可能になります。攻めたカービングをしたいと思っている人はぜひこの DCC にね、乗ってもらいたいです。カービングの次に楽しんでもらいたいのがパウダーです。 DCC は北海道のディープパウダーやタイトなツリーランも楽しむことができます。大きめのノーズとパウダー用のキャンバーが気持ちいい浮力と操作性を実現してくれています。パウダーの滑り心地は本格的なパウダーボードに負けていません。まずはこの大きなノーズが浮力を生み出してくれて、深い雪でも沈みづらいです。そしてこの DCC に採用されているパウキャンバーは、ノーズの部分にゆったりとしたロッカー部分があります。このロッカーの部分で浮力を生み出しつつ、雪に沈んだこのキャンバーの部分で操作性を高くしています。また通常のパウダーボードよりも短く選ぶことができるショートファットボードの特徴を兼ね備えているので、小回りが効いてタイトなツリーランでもとても滑りやすいです。普段はカービングメインで楽しんで、雪が降ったらパウダーだって楽しみたいよって人におすすめです。パウダー専門の板までは必要ないよっていう人でも、この DCC を持っていれば思う存分パウダーを楽しむことができます。ぜひ DCC に乗って北海道のパウダーを楽しみに来てください。最後に DCC はカービングやパウダーだけではなくて、遊べる板だってことを忘れてはいけません。もともとグラ取りもできるように設計しているため、いろいろな遊び方ができます。特にこのテールの形には特徴があって、スイッチからでもトリックができるようになっています。私はカービングメインのラン取りをこの DCC で楽しむのが好きです。パウキャンバーはずらしもできるので、ドライブ系のグラトリーにカービングを合わせると面白いです。ドライブから入るリバースターンはこの板の特徴を最大限に活かしています。その他にも地形があったら飛んだり当て込んだりと、想像力次第で遊び方は無限大です。 DCC はそんな滑りにも対応してくれていることが私はとても嬉しいです。 DCC には欠点もあります。ディレクショナルであるため、スイッチで滑るときは癖があります。特にスイッチでパウダーを滑るときは難しくなるので、それなりに技術が必要になりますから注意してください。まとめると DCC はカービングをメインに楽しみつつも、雪が降ったらパウダーを楽しむ。そして地形があったら飛んだり当て込んだり、フラットがあったらラン取りやグラ取りも楽しみたい。そんな遊び心のあるカービングボードに仕上がっています。DCC は私らしく滑るためにはね、必要不可欠な板です。今乗っていて一番楽しい板が DCC です。ぜひあなたも一緒になってスノーボードを思いっきり楽しみましょう。さらに詳しい内容は取扱店さんの店頭でチェックしてみてください。長い時間お付き合いでき本当にありがとうございました。次回またお会いしましょう。レイトプロジェクトの滝沢圭一でした。バイ。